ジーン・セナビア・ジャン・セネビエは、スイスの科学者である。植物生理学の分野で、先駆的な研究を行ったことで知られる。ジュネーブの商人の家に生まれた。ジュネーブアカデミーで、哲学、進学を学び、1765年に上海され、1770年から1773年の間、シャンシーで牧師を務め、 1773年から1795年と1799年から1809年の間は、ジュネーブの私立図書館の司書を務めた。動物の発生の研究でも知られる、博物学者のシャルル・ボネの影響を受け、科学論文を書くようになり、その分野は、気象学や科学、植物生理学に及んだ。当時まだ洋卵期であった科学を、ルーエルの弟子のタングリーに学んだ。 光の植物の成長の関係の研究から植物と大気との気体の交換についての認識を持った。科学に基礎を置いた植物の実験的研究を行った。同時期の植物の光合成に関する重要な発見を行ったオランダのヤン・インゲン・ホースのエクスペリメンツ・ア・ポン・ベジタブルズと並んでセネビエの著書メムワーズ・フィシコ。 c. ミック・シュール・エル、インフルエンス・デラル・ミエール・ソレール・ポア・モディファイア・レ・エトラ、デトロワ・レイン・デラ・ネーチャー、イセル・トゥース・ジュレニア・ベゲタールト、ラシェル・シェイズ・シュール・エル、インフルエンス・デラル・ミエール・ソレール・ポア・メトモア・フォーザー、エル・メトフォーザー、L ・エア・フィックス・ E ・ n エヌエア・プール・パール・ラ・ベジティションは、植物学の研究の歴史に、重要な貢献をした。また、植物の生み出す機体の性質について、 ラシエル・シェイズ・アナリティックス・シュール・ラネーチャー・デール・エア・インフラマブルを発表した。これらの研究と並行して、イタリアの実験動物学者、ラザロ・スパランツァーニの著作のフランス語訳を行い、その研究を紹介した。スパランツァーニの他にも、イタリアの科学者ラドリアーニ、オランダの物理学者、ファン・スー・インデン科学者のボルタ、鉱物学者、古生物学者のデラメテリーラと交流した。 1782年から1789年の間は、マンハイムアカデミーの気圧計や温度計、湿度計や方位計に対する太陽、月の運行サイクルの影響を調べるプロジェクトに参加したが、これは成果のないものになった。セナブは植物の学名で命名者を示す場合に、ジャンセネビエを示すのに使われる。ありがとうございます。